数軸国によるギリシャ占領。赤はドイツ、緑はブルガリア、青はイタリア占領地域。イタリア占領下の青色の領域の北端にピンドス公国は建国された。ピンドス公国、またはマケドニア公国は1941年から1944年までギリシャ王国北西部に存在した国家でファシズム体制のイタリア王国の傀儡国家である。 ギリシャ北部に住むアルーマニア人は、ルーマニア語によく似たアルーマニア語を用いているが、一般的にギリシャではラテン系言語を話すギリシャ人であるとされてきており、ギリシャ初期の首相ヨアニスコレティスは、アルーマニア人18世紀以降ギリシャ政教の神父の設置した学校におけるギリシャ語教育により同化が進められていた。広告は、第二次世界大戦時のイタリアによる ギリシャ北部占領以降、アルキビアド・ディアマンディによって設立された。その領域は、現代のギリシャ領北部、アルバニア及び、マケドニア共和国の南側に位置する。1941年の夏、イタリアによる、北部ギリシャ占領期の間、少数民族であった、アルマニア人の祖国として宣言され、イタリア人によって、ピンガ公国と呼ばれた。首都は滅亡だったが、 国会は鳥からに置かれていた。ブラフとも呼ばれるアルーマニア人による独自の国家を建国する考えはアルーマニア人と言語的に近い関係にあるルーマニアで19世紀後半に生まれた。アルキビアド・ディアマンディは1917年第一次世界大戦の混乱の中にあったイタリア占領下のアルバニア公国南部にピンドス共和国の建国を宣言した。 ピンドス共和国はわずかの間に失敗に終わったものの、この時がイタリアとディアマンディとの関係の始まりであった。第二次世界大戦中の1941年4月6日、イタリア王国はギリシャの戦いの勝利によりギリシャの大部分を占領下に置いた。ギリシャ本土は傀来国家ギリシャ国の統治下に置かれたが、この年の夏、イタリアはギリシャ北西部に アルーマニア人国家の定裁を取った、傀儡国家、ピンドス公国を成立させた。大公には、アルーマニア人国家建設を目指していた、分離主義者組織、第五ローマ軍団の指導者となっていた、ディアマンディを、アルキビアデス一世として就任させた。一方で、マケドニアの自治とブルガリアへの編入を目指す、マケドニアブルガリア人組織内部、マケドニア革命組織の一派は、 アルキビアデス一世にマケドニア大公の地位を打診した。アルキビアデス一世がその提案を受諾した証拠はないが、後に彼の後継者となったユリウス一世はマケドニア大公と常に呼ばれていた。アルキビアデス一世は諸芸術のパトロンであると同時にアマチュア彫刻家でもあったとも言う。地元のアルーマニア人たちにはアルキビアデス一世が アルーマニア人のリーダーというよりは、イタリアの手先として移ったため、大公は人心を得ることができなかった。また1942年春以後、広国の領域は、ギリシャの対数軸国ゲリラにより荒廃しつつあった。1942年6月、アルキビアデス一世は広国を去り、ルーマニアに逃亡した。空位となった大公位は、イタリア軍に対して、 食料を供給する役割を引き受けるという領海の元ハンガリー王国とクロアチア独立国の爵位を持つ貴族であったチェスネキー家に提供されることになり、それまでの極短期間の後継者としてニコラ・マトゥー氏が摂政ニコラス一世として統治することになった。1943年、チェスネキー家の当主チェスネキー・ジュラが摂政となった。8月、 チェスネキリーが、ユリウス一世として、正式に対抗として即位した。しかし、ユリウス一世はこれまでの対抗と同様、いかなる実験も保持していなかった。しかし、マケドニア人武装勢力オフラマは、ユリウス一世の名のもとに、軍事活動を行っていた。イタリア降伏前後の9月、ユダヤ人との関係を下したポに追求された、ユリウス一世は強制退院させられ、 ブダペストに逃れた。広告は、ユリウス一世のニーチェスネキミハーよミカエール一世として衰退する旨を宣言したが、ミハーイは一切対応しなかった。その後、この地域はドイツ軍により占領され、8が地域の軍事的指導者として承認された。1944年9月にイギリス軍がギリシャ上陸を始め、11月にはバルカン半島から、 ドイツ軍が完全撤退すると、アテネにパパンドレウ政権が成立。その後、イギリス・アメリカの支援を受ける、ウファ勢力とソ連の支援を受ける、共産勢力との対立が激化し、本格的な内戦へ発展した。政治、軍事双方の混乱した状況のため、対抗継承規定は制定されていなかったにも、かかわらず、現実には、広告は、世襲君主制ではなく、 選挙君主制のように機能していたと言える。国情としては、反ギリシャ主義であったが、反ユダヤ主義ではなかった。広告の階級最上位には、カストリア、ベイリア及びイオアニナのユダヤ人もいた。貴族制度の存在はわかっていないが、アルキビアデス一世とユリウス一世は共に、白尺及び男尺といった尺位を与えていた。ありがとうございます。